ねえ、あの黒マントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、町もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。停戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちは勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ。